善光寺。善光寺は、長野県長野市元吉町にある、無宗派の単立寺院で、住職は、大漢人漢寿と、大本願承人の両名が務める。日本最古と伝わる和光三尊、阿弥陀如来を本尊とし、善光寺生の漢人や出会町などによって、江戸時代末には、一生に一度は、善光寺参りと言われるようになった。 今日では五会場が行われる牛年と羊年により多くの参拝者が訪れる。三号は定額山、上額山で、山内にある、天台宗の大漢人と二十五院、浄土宗の大本願と十四坊によって、五時、運営されている。大漢人の住職は、漢寿、漢子と呼ばれ、天台宗の名刹から推挙された僧侶が務めている。大本願は、 大寺院としては珍しい山寺である。住職は、善光寺商人、商人と呼ばれ、門跡寺院ではないが、大大久下出身者から住職を迎えている、浄土州では大本山善光寺大本願の保守。2014年、平成26年現在の善光寺商人、大本願商人は、高塚酒出身の121世、高塚酒玉である。いにしえより、 四門四学、四門四学と称して、東門を、定学山善光寺、南門を、南の地山無料樹寺,寺、南明山無料樹寺、北門を、北空山雲上寺、北空山雲上寺、西門を、伏て山浄土寺、伏社山浄土寺と称する。特徴として、日本において仏教が諸州派に分かれる以前からの寺院であることから、 中派の別なく祝願が可能な霊場と位置づけられている。また女人禁制があった旧来の仏教の中では稀な女性の救済が挙げられる。三国都来の絶対秘仏の霊像と伝承されるだけ一尺五寸の本尊、和光三尊、阿弥陀如来像が本堂、ルリダンズ市内に安置されている。その姿は寺の住職ですら目にすることはできないとされ。 朝の本行や正午に行われる法要などの限られた時間に金色に彩られたルリダンのりが上がり、ルリダンと寿司までを廃することが通例とされる。数えで七年に一度の古会長には、近藤阿弥陀如来及び両脇自立像、前立本尊が絶対秘仏の本尊の分身として公開される。また、日本百観音、西国十三所坂東三箇所。 秩父三十四箇所の番外札所となっており、そのケチガン寺の秩父三十四箇所の三十四番水仙寺で、ケチガンしたら、長野の善光寺に参ると言われている。本尊の阿弥陀三尊像、和光三尊、阿弥陀如来像を安置する。九百五十三年に国宝に指定された。現存する本堂は宝永四年、一七百七年の春光。設計は、 コーラ・タカシが、幕府大統領コーラ氏三代が担当した。二階建てのように見えるが、建築形式的には、一重もこし付きである。屋根は日和田きで、屋根形式は種木作りという得意なものである。これは、入りも屋作りの屋根を定時型に組み合わせたもので、銅の手前の部分は、南北と奥の部分は、東西棟になり、髪型から見ると、 大胸の線が定時状になっている。平面構成は、正面5軒、側面14間の2社、もやの周囲に、幅1軒の模子を巡らした形になり、模子部分を含めた平面規模は、正面7間、側面16軒となる、以上の説明文中の、間は、長さの単位ではなく柱間の数を表す。実長は間口24メートル、奥行き54メートル、 胸高二十六メートルで、間口に比して、奥行きの深い、日本の仏像には、得意な平面である。建物南正面の奥行き一見分は、壁や扉を設けない、吹き抜けの間とし、その先の奥行き島文化が愛人、その次の奥行き五見分が内人、建物の最も奥が内内人となる。内内人は、西、向かって、左に、秘仏本尊の阿弥陀三尊像を安置する。 ルリダンがあり、その前に、常唐妙、不滅の宝刀がある。東、向かって、右は、解散像を安置する、御三経の間である。御三経の間には、解散の本田義満と妻の弥生御前、この前座の像を安置する。このほか、外人に、閻魔王像、内人に、地蔵菩薩像と、弥勒菩薩像などを安置する。国宝の付けたり指定となっている図紙は、 五三教の間にあるもので、寄せ胸作り、本河原形板武器とする。かつては、南大門、五重塔、中門、回道、本堂と一直線に並んだ配置であった、一辺、清江。また、長野県立歴史館は、現在より南側に、全光寺があったと展示、解説する。国宝重要文化財重要美術品史跡、史指定建造物。 し死体その他。会長には、寺がある場所で開催する巨外町の他に、大都市に出向いて開催する出外町があった。出外町には、江戸、京、大阪で開催する三都外町や諸国を回る開国外町がある。いずれも、京大同社の増援修復費用を賄うための一種の募金事業として行われた。明治時代以降から2009年まで、 御会長と呼ばれる者は、すべて異会長であったが2013年には、両国へ行員にてで会長が開催された。正式名は、全光寺全立本尊御会長。七年目ごとに一度、会長の年を一年目と数えるため、六年間隔の、牛年と羊年、秘仏の本尊の代わりである、全立本尊が会長される。前立本尊は、本堂の脇にある、 天台宗別格寺院の大漢寺に安置され、中央に阿弥陀如来、向かって右に観音菩薩、左に聖子菩薩の和光三尊阿弥陀如来となっている。会長の始まる前に、武行に任命された者が、前立本尊を担いで本堂の中まで運ぶ。江港柱は、松城藩が不審支配として建立されて、以来の縁により、代々松城町。 半大エコー柱寄進根流会から寄進される。2003年は赤松が使用され、2009年は小川村さんの樹齢270年の杉が使用された。期間中は、前立本尊と本堂の前に建てられたエコー柱が、前の綱と呼ばれる五式の紐で結ばれ、エコー柱に触れると、前立本尊に触れたのと同じ利益があり、来世の幸せが約束されるとされる。また、 釈迦堂前にも小さいエコー柱が建てられ、道内の釈迦根半蔵の右手と紐で結ばれ、エコー柱に触れることにより、釈迦如来とケチエンジ、現世の幸せが約束されるとされる。ゆえに、この二つのエコー柱に触れることにより、現世の仏である、釈迦如来と来世の仏である、阿弥陀如来とケチエンジ、利益、苦毒が得られると言われる。い、会長は現在では、 牛年と羊年に開催されているが、古くは一定間隔での開催ではなく、境内同社の造営や落景に合わせ寺の都合により開催されていた。明治以降は、巨外庁がほぼ7年に一度行われている。ただし1942年は、戦時中のため開庁せず、1784年、天明4年、第79世貫寿、当純が、 浅間山大噴火及び天明の大基金における民衆救済のため、有通念仏ケチ脈区に関する、それまでの面倒な儀式を簡略化して新たに作成、通称、おケチ脈として参拝者へ配布したことに始まる。おくるみから発し、阿弥陀如来から両人により確立された、有通念仏の継承者を表にしたもので、歴代大肝人肝樹が連なる系図。授与されたものは、 最新の弟子として、阿弥陀如来と、決縁することを意味する。当巡大僧正は、人々の大噴火などによる、全国的な基金で合死者が続出した時代、心の平安を取り戻すため、全国各地で行われた開国外庁などで、おけち脈を、約180万枚を授与。全国から民衆が、善光寺へ、おけち脈を求めて参拝者が集まり、善光寺信仰の全国的普及に、 大きな役割を果たし、落語、おけち脈、骨寄せの題材ともなった。白地五年、六百五十四年より、絶対秘仏とされている、禅光寺の本尊、禅光寺四季阿弥陀三尊は、天竺の月外長者が言うつしたものとされ、九だらの聖王、聖明王を経て、検定されたか、南馬の津に漂着されたものとされる。日本に来るも廃仏派の物のべしによって捨てられる、一説に、 和光寺が、本田義光に拾われ、小山義光寺から、信濃の元善光寺に、ついで現在地に遷座したと伝えられる。創建時期は不明だが、大見国周辺で見られる、古党式兼丸ルガワラが発掘されている。通説、公式 HP では、善光寺の由来は、本田義光であり、本田義光が善光寺由来を、信濃国に持ってきたとされているが、不創略記では、 あるき、引用したとして、はたこ世代部とあり、イロハーザル衣装では、品の黒人、若お宮妻人と、相違がある。また、四天王寺秘訣には、講座寺や、本禅寺、古今目録章、大使殿には、阿弥陀院、くだら寺と多くある。また、天武天皇寺に、日本全国で作られた軍事、軍寺、軍家隣接寺院、水内郡は、金指と練りの一つという指摘がある。 天平商法8年、756年等の幻想皇帝は、ヤギヒの母提を弔うためべに施設を送り、シナノの善光寺に、自筆の大般若経を奉納させたという伝承が残る。善光寺演技は、不創略記で記されているのをはじめに、時代を経るごとに、追記や改変がされていった。陰性記に書かれたとされる、イロハーザル衣装に、その引用があり、その記述には、 日本の仏教公伝の旧説とされる552年から、ちょうど50年後の602年、水古天皇10年に、若尾宮妻真と、本田義光が仏像を入手して、信濃に持ち帰り、さらに166年を経た768年、神語経文2年に至ったことが記されている。色原猿衣装が参照した原点は、768年に書かれた善光寺の、 古縁にであったと見られている。田島公は、水古天皇の時代、品濃国の大部分は、大和王権、大和朝廷の支配下にあって、他の東国諸国と共に功能を行っていたと推定されること、東国の朝、768年前後には、聖徳天皇、道教の下で、仏教信仰政策が取られており、既存人員の把握も行われていたことから、 本田義光の説話は全くの創作ではなく、768年に作成された禅光寺の古縁儀のモデルとなった伝承が存在したと唱えている。禅光寺のものと確証が得られているわけではないが、境内の遺跡から古代寺院の古河原が出土しており旧世紀のもの、鑑定されている。自称、樹英の乱、源平合戦が本格化する直前の自称三年。 1179年3月24日、善光寺は大火災が発生している、東鏡文治3年7月27日上。この火災は、平家物語、巻、第二でも取り上げられており、当時の緊迫した情勢に関わる、温情寺系の善光寺と遠略寺系の県、三寺の対立や、親平氏政権派と、藩平氏政権派の対立など、事件も言われているが、 火災の原因については不明である。その後、信濃国が関東五分国になったのをきっかけとして、文治三年、1百八十七年に、源頼朝が、信濃国守護権木代を務める引き吉和を通じて、同国語下人に対し善光寺の再建を命じ、天九八年、1百九十七年には頼朝、自らが善光寺に参詣した。頼朝参該のことは、 当概念の記述を書いた、あずま鏡には載せられていないものの、九州のご家人であった、相良四郎も、随病として従ったことが、相良氏に伝わる善光寺参拝の随病協業から知ることができる、第二本古文書相良家、文書一から一号。その後も鎌倉幕府及び、北条氏による再建、造営事業は継続され、特に熱心であったのは、 工場支所流の名古屋市一族であった。名古屋朝時は、全工事の再建事業を支援しただけでなく、自らも鎌倉に新全工事、現在は、葉山に移転を創建して、その遺言に従って還元4年、1246年3月14日に、名古屋市一族主催による、楽景供養が実施された。同年に発生した宮騒動の影響で、名古屋市一族は没落するが、 続いて、同じ法上氏書流の金沢氏が、禅光寺、新禅光寺の保護に努めた。禅光寺の再建事業は、法上氏以外の御家人の間にも禅光寺への関心をめ、念仏や禅と同様に武士の間に禅光寺信仰が受け入れられるきっかけとなっていった。中世以降の禅光寺信仰の広まりから、鎌倉時代以降、信仰者が夢で見たとされる。 禅光寺本尊を模した像が多作られ、日本の各地に禅光寺や新禅光寺を名乗る寺も建てられた。さらに、全国に広めたのは、熊野清などの肝人将たちによってである。五不各祭二条の、と、はずがたりには半年余りにわたり、市内の有力者であった和田氏の館、長野運動公園のあたりと考えられているに、滞在して参詣した胸の記述がある。 鎌倉幕府の崩壊後は新政権側と反対勢力に地元豪族たちが中仙台の乱、関納の上乱などの戦乱において南北朝に2分して対立し、大東合戦では地元豪族が結束して守護を追い出し、漆田原の戦いでは守護家が後継を争うなどの争いが続く戦乱に善光寺も巻き込まれる。特に戦国時代の善光寺平は、 信濃信仰を行う開国の武田晴信、信玄と北信国衆を庇護する、越後国の上杉謙信の争いの舞台となり、寺は陛下を被り荒廃した。この後、禅光寺仏は寺地を地方に留転することになるが、行く先については、諸説ある。通説では、禅光寺の消失を懸念した信玄により本尊は、禅光寺別党の栗田氏と共に、武田氏許官のある甲府へ移れ、 この時に建てられたのが、京の甲府市にある、海義光寺であるという。別の説では、善光寺を保護したのは、上杉謙信であり、本尊や仏具は、高梨氏によって、越後国の十年寺、浜善光寺に移さた後、国替えによって、現在は、法恩寺、米沢市徳間の神社、南陽市にあるとされる。本尊は、武田氏が、織田信長に滅ぼされると、その着眼。 織田信忠によって稲葉、善光寺、岐阜市へ、本能寺の変の後には、織田信夫により終わり国寺目寺へ、譲り受けた、徳川家康の手で、とうとう御国鴨江寺、後に、海吉光寺へと転々とし、1597年、慶長2年には、豊臣秀吉の命令で会から、京都の方向寺へと移されたが、1598年、慶長3年に秀吉の病は、 本尊のたたりであるという噂から、死の前日に、死なのへ返された。この寛大本願の鏡空、佐氏清や佐氏受刑、受刑官、佐氏喜びという三代の二商人らが、本尊に突き従って移動たとされ、大漢人の総集団は残って、本尊不在の荒れ果てた寺地を守っていたとされる。江戸時代には、お伊勢参りの帰りに、善光寺参りを行う場合もあった。 現在の長野市は、善光寺の門前町を起源として発展した都市で、古くから長野盆地を善光寺平とも称していた。元来、善光寺山道付近から、現在の新州大学教育学部付近にかけての間、傾斜地が長野と呼ばれていたらしい。中世末には、水内郡長野村という村名が現れ、善光寺境内から門前町も含め、 おおよそ現在の長野市大技長野に相当する区域を領域としていた。長野村は1601年、慶長6年に、周辺の箱清水村、平芝村、七瀬村と共に、徳川家康の治療寄進による全皇治療、宣告とされた。全皇寺門前の参道は、北国街道のルートともされ、門前町は同時に、 宿場町としての役割も兼ねた都市として発展し、全光寺町、または全光寺宿と呼ばれるようになった。しかし、県地町上の公的な村名は、長野村であり、全光寺町とは、道村内の町場を総称する地名であった。その一方で長野村内だけでなく、道村に隣接する松城半寮、または、幕府寮である妻賀村、長野市、大和南長野、近藤村、 玄長の大技、鶴賀の一部のうちで、長馬化した区域も含めて、全高寺町と呼ぶこともあった。全高寺町は、北国街道のルートとされた、全高寺南側山道を中心に形成された、門前町、宿場町であり、町年寄りの支配下にあった八町及びその枝町と、大漢神及び大本願の支配下にあった両御所前二町。 さらに、善光寺本堂南側道庭から成り立っていた。八丁とその枝町、及び、両五所前に属していた町は次の通りである。さらに、隣接する松代藩及び幕府領の各村のうち、町ばかした次の区域も、善光寺町の一部とされた。前日の通り、善光寺町、善光寺宿とは、門前町、宿場町を構成する各町の総称であり、 県地頂上の公的な尊名は、長野村、または、妻家村、近藤村であった。それは明治維新後の水内郡長野村あるいは妻家、村、近藤村を経て、現在の長野市につながっている。言い換えると、全光寺町とは本来、長野村の一部を総称する地名であり、長野の旧称が、全光寺であったわけではない。全光寺町内の各町は、 明治以降に解消されたり、桜寺桜枝町、天神宮町長戸町、道庭元吉町、長野村小町東、後町、妻か村小町西後町など、新たに起立したもの、朝日町、県庁、南県庁などを含めて、1878年、明治11年の軍区町村編成法による、上見の地群長野町、または道軍妻か村、 1881年、明治14年に、南長野町、鶴ヶ村。1885年、明治18年に、鶴ヶ町内の通称地名として、さらに1889年、明治22年の町村政施行による、上見の地群長野町。1897年、明治30年に、長野市の大技長野、大技南長野、大技、 鶴ヶ内の通称地名として、現在も使用されている。長野駅を出ると、全工寺表参道、中央通りという一本道が通っており、緩やかな坂道となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。